須田健太郎が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of ケンタロウ須田。僕は外国人が日本に来ることによってこの日本に貢献したいって思ってるので。年々増加する外国人観光客、その半数近くを占めるアジアに特化したサービスを行う企業がある。フリープラス自身も日本とマレーシアにルーツを持つ須田が立ち上げた。通常旅行会社は移動手段やホテル、レストランなどの手配をランドオペレーターと呼ばれる別会社に依頼。須田はアジアからの観光客に合わせた手配をしている。我々6年間インバウンドやり続けてきたので、何人がどういうふうなそのプランを何円ぐらいで予約するのか全部把握してるので。社員の多くもアジア各国の出身者、それぞれの宗教や文化、価値観を踏まえ迅速な対応で他社を圧倒する。営業部隊が現在世界中におそらく70名以上おりまして、このインバウンドに特化した営業部隊の規模でいうと日本で最大だというふうに思っています。例えば何々の国であったら、ホテルの手配は何平米以上ないとダメで、朝食は何種類以上ないとダメで、ちゃんと確認しておかなければ後からクレームが起こる可能性があるから注意しましょうというようなデータが社内にこう蓄積されておりまして。特徴はその国に寄り添ったきめ細かなサービス。これまでにアジア16カ国500近い旅行会社とタッグを組んできた。利用者はおよそ27万人にもなるという。新しいこと、変わらないセオリー。その営業行為を特化させることによって国によってノウハウが溜まってくるんです。培ったノウハウを生かし新たなサービスも展開中だ。フレッシュフェイシーズ、その先は。僕は観光立国を目指したいんですよ。観光立国をすることによって日本のファンを世界に広げて、日本のことを好きになってもらえたら、少しは世界平和につながるかなっていうふうには思っているってことですね。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。